今回は案内諸島についてです。案内諸島は事務所ではないけれども事務所に準じて扱う必要のあるものです。例えば新築のマンションのモデルルームですとか住宅展示場などがこれにあたります。案内諸島において備えるべきものを確認しましょう。まず一つ目が継続的に業務を行える施設を有する場所で事務所以外のもの、こちらは青年社である専任の取引士、標識、案内書とのお届けで全てが必要となります。2つ目、一段の宅地建物の分譲を行う場合の案内書。一段のとは宅地については10区画、建物については10個以上のものを指します。こちらについても同様に青年社である専任の取引士、標識、案内書等の届け出がすべて必要となります。3つ目、一段の宅地建物の分譲の代理、媒介を行う場合の案内書。宅地などを分譲する不動産業者が直接販売する場合もありますが、他の会社がですね、代理したり仲介ですね、媒介をしたりする場合の案内書があります。こちらも今までの1と2と同じように全てを備えるべきということで決まっております。4つ目が業務に関し展示会その他の催しを実施する場所です。こちらもですね、1から3までと同じように取引士、標識、案内書等の届け出全てが必要となります。この1から4についてはこの場所で宅建業に関する契約を締結しまたは契約の申し込みを受けるそういった案内書に限ります。5番目からはですね、少し変わりまして、一段の宅地建物を分譲する際のその宅地建物の所在する場所です。こちらはですね、よく分譲中の土地は看板が立っているだけのものを皆さんご覧になったことがあるかもしれませんが、そこに、取引士が立っているですとか、そういうことはありませんで、標識だけを表示するということになります。そしてですね、6つ目が上記1から4の場所でありまして、契約や契約申し込みを受けない場所、こちらについてもですね、5番目と同じように標識だけを備えれば足りるということになっております。続きまして案内書等の届け出です。1、宅建業者は契約を締結しまたは契約の申し込みを受ける案内書等を設置する場合には業務開始の10日前までに届け出をしなければならない。2、届け出は免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事の両方である。3、届け出るのは所在地、業務内容および業務を行う機関等である。不動産の会社がですね、マンションのモデルルームですとか住宅展示場などをオープンする場合、事前に案内書等の届け出をする必要があります。業務開始の10日前までという規定になっております。そしてその届け出ですが、免許権者と出てきます。免許権者は宅建の免許を取得する際のその免許を与えるですね、東京都の中でのみ業務を行うのであれば東京都知事免許、そしてですね、東京都、神奈川県だとかですね、こうまたいでやる場合は国土交通省がですね、管轄ということになりますが、その免許権者と実際に所在するですね、場所を管轄する都道府県知事の両方ということになっております。後でですね、免許について勉強しますとより理解が深まるかと思います。そうしましたら今回の問題について、案内書等において国土交通大臣が定めた報酬の額を提示しなければならない、答えは×となります。先ほど案内書等において備えるべきものをですね、皆さんで見ていただいたかと思いますが、事務所では報酬額を提示しなければいけないですけれども、
案内書では報酬の額の提示は不要ということになっております。